尻尾の角度は70度、犬のような人間、TMKG です。今回は会社の福利厚生を使って伊豆の国、修善寺に行ってきました。ところが出発の朝、車のエンジンをかけようとしたらバッテリーが上がっていてかからなかったんですよ。悲しくなりましたね。急いでディーラーを呼んで対処してもらいましたよ。そんなことはどうでもいいのですが、今回の修善寺旅行のご様子をお伝えしたいと思います。私はね、初めての場所は気になるんですよ。とりあえず匂いチェックをします。お部屋にチェックインして落ち着いたら、お外のパトロールを開始します。いつも初めての匂いを楽しむようにしています。旅の締めは、やまびこというお店で、美味しいお蕎麦をいただきました。本当に美味しかったな。それではごきげんよう。TMKC でした。